どうも高井です。成功する結婚って何って話で、あなたが相手に年収1億円の価値を求めていた場合、相手があなたに対してじゃあ何を提供できるのかって話で、じゃあもし相手があなたに美貌を求めていた場合、肌がピチピチだったり顔の元気よかったり顔が好みのタイプっていうことだったりしても、1年に1歳ずつ年を取っていくのは当たり前じゃないですか。だからその1年に1歳分年を取っていく分、ピチピチもなくなっちゃうし、顔の原型も、まあ、シワがつくことによってなくなっちゃったりとか、体もガタガタになっちゃうしね。そういう若さ的な失っていくものっていうものに価値を感じていた場合、やっぱり信頼関係で1年ごとになくなっていくよね。逆にプログラミングとか音楽のセンスとか、そういう磨きで磨くこと上がっていくような才能であったりで、そこに価値を感じてくれていた場合は、まあ年とともに信頼関係も上がっていくような、なんかそういう目安という意味でもこういう本でね、面白いと思うので読んでみてほしいなと思うので、読んでみましょうね。それでは。